これはそのなんていうかな、いつの時代でもそのできてからこれから先でもいろんな形で見てもらえると嬉しい、それに耐えうる作品だと思ってますんで、今回のチャンスはとても素晴らしいというかありがたいことだと思ってます。はい、そうですね、その前にパーフェクトブルーっていうのを2人で作って、次に何を作ろうかというところで、最初のものがホラーだったですから、ホラーがすごくよくできてたんで、そういうスリル、サスペンス、そういうものがいいんじゃないかっていうのを周囲からは全部言われたんですが、まあ今回も僕もちょっとへそ曲がりのところがあって、素直にそれだけじゃねえぞと、違うところ部分を見せてやろうぜ、それは何だっていうところを検討している時に、例えば文芸大作、太宰治だとか暗夜行路志賀直哉だとか、そういうものを やろうかみたいな話は一回あったんですね。でもその中でこれだっていうのはなくて、オリジナルでむしろやろう、オリジナルのものを考えたいと、全然 OK だよ。で僕も今回もめちゃくちゃ映画好きで、もう古今東西の映画、名画という名画全部頭の中に入ってるぐらいよく見てる、まあ、その中でちょっと映画のスクリーンの中と外とのドラマみたいななんかできないかなみたいな話でが詰まってって、最終的に宣伝中になったと。まあこれはちょっと今だから言えるかもしれない隠れたエピソードなんですけど、例えばそのこのあと東京ゴッドを作るんですけど、ベースになってるのはハリウッドの映画だったりする、三人の名付けをジョン・フォードの映画があるんですけど、三人の人間が赤ん坊を拾って、そのいろんな話が展開する、悪人がね赤ん坊を拾ったことによってどういう展開になっていくかって話がとかベースになってるとかあります。というように、これの時も千年女優、実はその僕はコンサート師のことをひげの生えた千代子さんって呼んでるんですけれども、女優のお話じゃないですか、もう千年女優のお話なんですよ。でも本当は僕的に言うと男の純情の話だと思ってるんですよ。要するに無法松の一生だと思ってるんですよ。要するにずっと千年女優っていうか自分の憧れの女性を追い続ける男のロマンの話だと思ってるんですよ。そこの中にただあの人が素晴らしいのは、千年女優千代子さんっていうのをかなり自分を投影して、だから僕はひげの生えた千代子さんって言ってるんですけど、もう無法松の衣装っていうのは本当に女性に憧れるだけの男の話なんです。それを女性の方がだからそういう意味では必ず受け身で終わってしまう話なのを、ラストシーンで女性は私を追いかけてる私が好きなの、自己肯定するんですね。あれ多分最後その後の作品を全てその彼自己肯定の話なんですよ。何が悪いことあるかいって、俺だでみたいな、非常にこうたくましいというか、ちゃんときちんと自己肯定している映画を作り続けた人だと思うんですよ。だからまあなんか最後に悔いはねえぞみたいな、ちゃんと やろうぜみたいなのが常にあって、それはもう2本目のこの作品において、まあパーフェクトブルーもそういうとこあるんですけども、この作品のラストがすごくコンサート賞を語ってるのかなと、こういうことで次は何をやろうかみたいな、常にそういう話をしている時に、まあ多分一切発表してないですけど、 僕的にはね大好きな男のロマンの話だと思ってるんですよ。そのただ角度がちょっと無法松とは全然違って、女の方にその追いかけ
られる側の女のところにも女性の方にも女優の方にも目が行き届いてるあたり、むしろそちらにコンサートしく投影してる。僕だとも絶対もう追いかける男の方にこう気持ち入っちゃうから、逆に言うと最後にあれって、 最初の時初めてプランをか見てる時にあれこれ最後いらないかもしれないぐらい思ったんですけど、実はそうじゃなくて、あのシーンがあるから宣伝女優であるし、この作品のシーン、サトシの作品だということを10年経ってやっと分かりますね。そういう意味でこう いろんな切り取り方ができるわけで、まあその幅の広さっていうのがすごいなっていうふうには思います。まあ物語の発想の問題、次何を作ろうかっていった時に、昔の日本の名画を女優さんの素晴らしいシーンをいっぱいつなげて何か展開できるかもしれないねっていうのだったりするんだけど、実はそこの縦糸と横糸のところで男のロマンみたいなのもちゃんと入ってるし、発想はそうだったんだけど、物語の展開とかベースになってるのはその女優を探す男から始まって、彼と女優との過去の話とかいろんなことが展開していく中でよくできているものだなと。これがオリジナルストーリーには思えないというよくできている話だと。伏線、鍵の伏線含めてね、よくできている映画 だなというふうに思います。まあ基本的にはあまり僕の話は聞いてくれない自分でこう作るぞと、こういうものだぞ、デディールはこうであってああであってどんどん湧いてくるわけで、作家性が強いって、それはそのどの監督も監督としての作家性って全部持ってる、だから一緒に仕事してるんです。コンサートは特に強い作家性は、それはもう映画を見ればわかる独特の感性と展開だと思います。いや特にその海外を意識するとか日本だけでいいとかそういうことは全くなく、やっぱコンサート式が今作りたいものは何だというところが、ある意味じゃいつの時代でもどこの国でも通用するものであるという確信みたいなのはありましたから、それは別に海外に限らず、逆に言うと日本がの商業主義の中でその大ヒットするしていくようなことにはなかなかしにくいなってのは思ってましたね。逆に言うと海外である程度評価されたことは、お、分かる人は分かるんだなという嬉しい気持ちはありました。まあぶっちゃけ言うと10年早かったのかなと、もしかするとこれ今で言うと20年早かったのか、今これ突然出てもそんなに驚く、すげえな、要するに古い映画って感覚ないじゃないですか。常にちょっと先を本冊子は僕らの先をずっと走ってたんじゃないかなと。僕らそこに追いつくので精一杯で、まだ追いついてすらいないのかもしれない。まだずっと先走ってますよきっと。そんな気がします。優しくないですね。要するに話を非常に分かりやすく誰でも分かるようには決して作らない。よくよく何度か見たり噛みしめれば、こう口に入れるとは、わあ美味しいって料理ではなくて、噛んでると味がある、美味しいな、これは美味しいで、俺にだけ作ってくれたのかこの料理はと思えるようになってくる、そのメッセージが強いというか、人に語りかけるこうメッセージが独特なんだと思います。誰にでも分かりやすい、誰にでも美味しい、誰でも綺麗なものを作ると大ヒットするんですよ。そこがちょっと時々に
苦い部分とかちょっとこういろんな要素を入れて、歯ごたえのあるものを作り続けたんだと思います。僕らその映画が好きで、コン君も僕も本当に映画が好きで、アニメも嫌いじゃないですけど映画が好きで、まだビデオとかいろんなことがない時代に映画で育ってきたところがあって、それに対する映画っていう、なんていうかな、文化っていうか映像に対するオマージュなんですね。あの映画から与えられた影響とか、映画で覚えたこととか、そういうことをうまく表現したいなっていうのはこの宣伝順位に込められてるから、ぜひともこれは映画館で見てほしいというか、あのやっぱりあの映画館でこう白なんていうかな、光と影がこうパカパカ、こう光だけで全てが映るんじゃなくて、光と影の中で表現していくという表現がうまくいくといいなと、そういう感性みたいなのをこうやっていけるといいなっていう思いが、まあ、宣伝順位に結実してるんで、映画好きの人はぜひ映画館で見てほしいなと思います。いや、彼はどんどんアイデアがもう本当に湯水のように出てきますんで、例えばライターとやればそこの中で一つのいろんなもの形になってくる、次にあの絵を描いて、作画の人とやればその時にまたアイデア湧いてくる、常にどん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 増幅していくんで、まあ当然この作品では収めきれないんで次の作品でまた使ったりするんですけども、結局漫画家、コンサート誌漫画家だったのがある時期パーフェクトブルーからずっとアニメを、要するに映画を作り出すんですね。それとなぜそう漫画に戻らなかったかっていうと、漫画っていうのは自分で全部終わってしまう作業なんですよ。アニメーションっていうのはいろんな人と関わった中でものができてくるんですね。ちょうどそのあれの時、パーフェクトブルーの時かな、多分彼のイメージには全く、彼が描いてものを作った時には全く考えられない、例えば SE 音がですね、画面にこう時計がなくても時計の音がコチコチコチと入る、そのことによって緊張感がどんどん高まる、まあ、ヒチコックなんかよくやってる手法で、頭の中では分かってるんですけど、自分でその映画でアニメーションでそういう表現ができると思ってなかったんですね。それをそのフィルム見て音響監督なり効果の人がいて、こういうふうにやるといいねって勝手にというか、もちろん監督の了解を得てそういうのを作るのに非常に彼がちょっと目から鱗だった。もう多分その時僕はコンサート誌は漫画には戻れないと思ったんじゃないかなと、そんな気がします。要するに映像を作っていく、まあ、その中にもう一つ平沢進という 彼が本当に一緒にやりたかった音楽家の音楽というのももう一つ、絵面はもちろんのことながら彼のコントロールできること、それにプラスしてこう彼の絵の世界に入ってくる効果の音だったり、その平沢さんの音楽だったりが全部トータルになっていって映像が生まれていく、そのダイナミズムみたいなのが彼は非常にこう楽しんでたように、僕はとっても楽しんでくれたかなと、文句いっぱい言いながら僕らにいろんなことを言いながらも実はすごく楽しかったんじゃないかなというふうに、充実してたある時期を彼は過ごしてくれたかなと思います。そこは最後に最近癖がついてる、やっぱりひげの生えた千代子さんが自己肯定していくところが今回は絶対こだわったはずだし、僕はやっぱりどっちかって言ったら追っかける
要するにその宣伝女優を追いかける男、もう本当に少年時代からずっと追いかけまして憧れて、行く、そこのこう すれ違い部分みたいなのがすごく僕にとって面白かったし、いやだから僕にとっては最後まで手の届かない、どっか逃げて行ってしまう、宇宙の果てまで行ってしまうひげの生えた千代子さんが今もコンサート誌が存在してる、そんな気がします。うん、原則的にはあんまり変わってないです。あのそれぞれの作家、コンサート誌がいなくなっても次の作家がいろいろ挑戦している人が出てきてるし、まあそういうことで言うとこれは多分延々変わんないものを作る、面白い話を作って、面白い映像を作ろうと、いい映像を作ろうと思う人たちのが最先端で頑張ってて、あとはもうなんていうかな、それがほんの悲しいことにほんの一部であるということだと思います。昔僕らが本当アニメーション始まったばっかりの頃は当然手書きで、大きなスタジオがこう人を養成して成り立ってたんですね、どんどん。ところがなかなかペイしないということで、大きな会社は営業だけはするけど物は作らなくなって下請けに出して下請けが作るわけです。そこは必ず赤字でそのうち潰れてしまうみたいな、そのやっぱりし営業とクリエイティブというのは必ずもしも一致したすることはないんですね。何本か1本、100本に1本成立すればなんとか業界成り立つみたいなところがあって、なんかそのなかなか人が育たない。ところがデジタル化することによってかなりの部分がその部分をカバーできるようになったわけですね。ただ方法論がちょっと違うんで、やっぱりこの徒弟製造で人を育てた時代と、あとデジタルで機械を扱ってものをこう考えていくのといろいろ微妙に違うんで、育ち方も作り方も変わってくる。これはやむを得ないこと、趨勢としてやむを得ないことではあるけども、 そこの中によりクリエイティブ 3D 使いつつどうできるかっていう人が生まれてくる、きっと生まれてくると思うけど、今ちょうど今過渡期でほとんどそこがなかなかうまくいかない。逆に言うと手書きの人たちの方が非常にやりにくくなってる。日本ではなかなかうまくいかなくなってる。ところがもう中国あたりはどんどん 3D 化することで、そういう 3D を上手に使うクリエイターがどんどんその生まれてきて、もちろんそのバックアップ体制が会社とか、まあ、お国とかそういうことがどんどんこうそういう子育てることをして、日本全くそれをしてない。日本はもうアニメはこれから衰退の一途だと僕は思います。要するに手書きがダメになった時に 3D できる人が生まれてくるかっていうと生まれてこない。日本の手書きの良さをどうやって 3D 化できるっていうところに特化した 3D を目指さない限りは日本映画、日本のアニメーション生き残れないと思ってますけれども、まあ僕は生き残れてない、生きられなくなるなという説派です。いやあのわずか僕ら周辺だけが手書きでコツコツと 3D にあの上手にこう鉛筆の代わりに上手に 3D を使いましょうぐらいなことしかなくて、 3D の方に特化しない、 3D の方法論でものを考えないっていう一部のスタッフがそれをわずかにどこまで守っていけるかっていうぐらいかなと。あとはもうやっぱ深夜でやってる、まあよく動くアニメーションを当然そのハリウッドの資金力には勝てず、中国のものすごいこうパワーにも勝てず、日本アニメ、日本のアニメが
ほっとけば今の日本製のアニメをこうコントロール人たちがコントロールすらしない人たちが存在している中では、まあ、早晩、まあ、10年単位でダメになっていくであろうと。その中にも数人その 3D も使いつつも手書きで面白いアニメーションをやろうという人がいなくはないんです。それはまあ極論すると、そうね、すごい数的に言うと本当砂の中から砂金を探すぐらいの作業なんですけど、ものすごく少ないんですけど、そういうのゼロではない。まあ作業っていうのは不思議なもんで、ゼロではない以上何か生まれることもあるんですね。だからそれはもう期待するしかない。それがこう数勢には絶対ならないかもしれない。ちょっとしたわずかに守っていこうとか、こういうものを作りたいから作ってるんだ、こいつは面白いとかっていうのは今現在も数人いますし、それらがいろんな形で日本のアニメーションも守ってくれるんだろうと。やっぱりこれは中国のアニメーションでは絶対ないし、ハリウッドのアニメーションとも絶対違うっていう、俗に言うアニメ、それはオタクアニメでも全然いいんですけど、そういうものをこう自分の意思でこうなんていうか、これだと売れるから、これだとお客がつくからっていうんじゃなくて、僕らがこれをやりたいからやってるんですっていう感じ取れるものがいくつかある。ただそれだけではなかなか数千大きな流れには絶対ならないし、当然彼ら自身もそのどこまでお金が回収できて仕事として成立するかっていうのはかなり危機的状況であることは事実だと思います。そういうことをこうバックアップする体制があれば、だからまあ日本のある大きな会社でとても優秀な会社があるんですけども、例えばヒットが1本あれば、そのヒットを生むためには10本ぐらいの無駄が必要というか、つまんないったらいけないけど、ある程度のものを作らないとこの1本の特化したものはなかなかできないという、そういうこう僕らのように5本作ったら5本とも全部ちゃんとしようよとかと思ってると、その労力と経費ともろもろ含めてそれはほとんど不可能なんですね。あくまでも1本の人のために何本かの犠牲というかダミーというか試行錯誤というか、それが許される状況になればまだ日本のアニメーション未来は少しは続くのかもしれない、そんな気がします。それはいろんなところかどっからでもいいんです。まあ一番お国でしょう。中国の今のアニメーションの凄さ感じると、お国がやっぱりそういうふうにどうやってこの文化としてアニメーションを育てようかっていう体制でやってますから、まあそのことのいいところと悪いところはあるんですけども、少なくとも頑張れる状況にはしてる。今日本は頑張れる状況にない、むしろ頑張れない状況にある。多すぎて、人の場合には作品が多すぎて、当然こう物を作る楽しさっていうか、物を生み出す機会はいっぱいあるんですけど、それを頑張ってこういうものをやりましょうとか、こういうふうにしたいとかっていうものには手が届かないまま挫折してしまうケースの方が圧倒的に多いと僕は思うんですけど、でいくつかそれはもう日本のアニメーションが始まってから、まあ手塚さんが虫プロという会社を作って、自分が作りたいからやりますっつって、まあ、会社を作って、そこにちょうど参加して、その会社がやっぱりなかなかうまくいかない、立ち行かなくなった時に、仲間だけで自分らがやりたいことを作る、要するに大きな会社じゃなくて個人会社を作った
そのマッドハウスっていうのはその第一発目なんですね。大きな会社じゃなくて個人会社でも自分の作りたいものは作れるんじゃないかと。で当時はかなりこう漫画は子供のものだっていう日本も、まあ、手塚さんの伝統を含めて、手塚さんもだんだん大人ものとこう晩年書き出すんですけども、まあ出発点は子どもに見せるものから始まる。アニメーションも当然子どもに見せるものだったのが、僕らがある時期からその現場対戦っていうので、子どもはあんまり気にしないで大人も見れるアニメーションっていうのをやりましょうって言って、まあそれがある種うまくいったことも含めて、アニメがこう変わってくるところにずっと立ち会えたっていうのは、その大きな会社でもの使わないのにいけないしかできなかったことが、個人の会社でも物は作れるよっていうことに変わってきた時と、それがそれでもその時は子どもターゲットだったんですけど、ある時期から大人にも日本のアニメーションは展開できるよっていう、まあちょっと多少ハードなところがあったりして叩かれたこともあるんですけども、今はそれが常識になってるみたいな、まあ、いくつかのこうターニングポイントに立ち会えたっていうのは、まあ面白かったんじゃないかなっていうふうに、と思います。まあそういう意味でさっきも言いましたけど、僕はそのいろんなことに憧れてる夢見る男ですから、その宣伝女優って本当そういう意味でコン君と出会えて、彼がこういう映画を作ってくれて、コン君のことをずっと見てるだけで目がうるうるしちゃうという、とってもまあ多分一番忘れない映画である。まあそれは僕にとってですけども、多分見る人がどっちかというと僕のような見方あんまりしないと思うんですよね。やっぱり宣伝女優千代子さんの物語として見れる、そっちから見ても十分耐えられるものだと思うんです。いろんな時代を超えて、生きていく女性像というものですね。それを見てほしいなと思います。異常なほど乱暴なのがいいと思ってます。いろんなことを周囲のことを気にしていろいろやるんじゃなくて、冒険、チャレンジ、それが次を切り開いてくるのではないかと。アニメーションっていうのはそういう冒険が許されることだと思ってましたし、それをずっと今までやってきてるし、多分最後までやっていきたいと思うし、コンサートショー、それを彼が最後までそれをやってくれた人だと思って、僕は尊敬してます。ハリウッドというのことも含めて、まあ最近ハリウッドも結構外国勢も入ってきてるわけだし、そういうこう若い監督がなんか共通項としてコンサートシーと一緒であるっていう感じが、何人かの監督が僕らも感じ取ってて、影響したかされたかは別にして、僕ら自身もハリウッド映画に随分影響されて、この映画を作ってる、アニメーション映画を作ってるわけだし、その受けたまるところ、結構その若いハリウッドをこう変えていく、自分流に作品を作ってる連中が結構コンサートショー、俺らの作品を評価してくれてるってことがとっても光栄だし嬉しいと思ってます。要するに常に前向き、千代子さんのように前向き、新しいことに挑戦していくということで、共通項がハリウッドの若い監督たちと持てたということが とても光栄だし嬉しいかなと。きっとコンサート誌もそういうであろうというふうに思います。もう当然その日本の女優宣伝かどうかは別にして、代表的女優さんっていうのは、まあ、原節子さんっていうのはその一番いい時にもう引退して出てこないんですね。だ関東のところに出てくるのははっきり原節子、大船撮影所が潰れる時に
もう引退した女優とに会いに行くという設定そのものは原節子さんをイメージしてますし、映画の中に出てくる画面としては当然高見秀子さんと田中絹代さんという日本の大女優、女優一番光り輝いていた女優さんをイメージはしてます。だから誰ということではなく、そういうこう映画の一番こう光り輝いた時に、そこ騒音期ですね、そこを生き抜いた女優さんに対してのメッセージが込められているというふうに思ってもらえると、まあどこの国にもその時代を超えて、例えばハリウッド、グレタ・ガルボだとか、オードリー・ヘッパーンだとかいるじゃないですか。テレビになってばもうみんなに親しまれるようになってから、逆に言うとちょっと薄くなってきたかなと、ちょっとこう近寄りがたいぐらいの存在感っていうのが、そのかつての女優さんたちはあったんじゃないかなと。でもその中にも親しみやすさを持つってことが、その両方を持つってことが一番大事なことであって、親しみやすさだけではやっぱり大女優の品格はないと。多少こう行くとなんかサインくださいちょっと バカって言われるぐらいだと、大女優のなんか価値はあるのかなと、とってもそんなことは言えませんみたいな、なんかそういうようなこう厳しいある分、こう優しさだけじゃなくて、優しさって非常に大事なんだけど、ある種厳しさと優しさ、常にその2つが必要なんじゃないかと。両面がいいとこと悪いとこ、光と影あって初めて映画が成立するみたいな、そういうこうちょっと深いところに、ちょっと、まあ、先住を含めてコンサート誌は常に東京コントですらそういうとこを触れてるんじゃないかなというふうに思います。